獣だ。なんてことだ。信じられん。このままゴンを連れて逃げろ。絶体絶命のピンチだな。俺たちはうぬぼれていた。奴はそう判断した。それが現実。おい、カイトを置いてきた。一体どうして。一体どういうこと。応援部隊を連れていくから。このミユさんで首突っ込むから火傷するんだよ。相手はただの子供なんだから。念を使える奴がいた。自分で念を覚えてみてよくわかる。人は得体の知れないものに出会うとそれを過大に評価するものです。